状況曲線は、松本清聴の長編推理小説。週刊新潮1976年7月29日号から1978年3月9日号に、近畿のレンが第2話として連載され、1988年9月に新潮社から刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。1994年にテレビドラマ化されている。 ゼネコンによる公共事業発注工事をめぐる談合を背景とした連続殺人事件を描くミステリー長編。梅雨空の昼下がり、東京都心、有楽町近くのガード下の喫茶店、デートに3人の紳士が集っていた。日干し建設の味ジオ大東組建設のナルセ、栄建設の中原の3名であり、いずれも建設会社の役員であった。彼らは、 丸の内の神国ビル4階にある透明経済研究所へ向かう。この研究所はエリート官僚に顔の利く会人、小瀬戸明を中心とする非公式の談合組織、内援会の事務所となっており、この日の会合では、小瀬から3人に J 県と R 県にまたがる観光有料道路、ハイランドライン建設に関わる情報が伝えられた。 会合の後、要件のあったアジオカは、引き返して、こっの事務所を裁縫するが、誰もいない、事務所内に、ナルセが抜け駆けで送ったものとおぼしき紙袋を、発見し、好奇心からその中身を覗こうとする。ちょうどその時、神国ビルの屋上で死体が発見され、騒ぎとなった。やましい行動をしていたアジオカは、自分の行動を言うことができなかったが、 死体発見の日に不審な男と新聞に報じられてしまう。以後、殺人事件のことが気になって、仕方がないアジオカの前に、怪事件が続発していく。小説の舞台となる、船ラダム小説に登場する、ガーベラ小説の舞台となる、倉間線、木船口駅付近、松本成長スペシャル、状況曲線。1994年11月26日。 テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。サブタイトル巨大談合組織の黒い殺人。男と女が欲望の罠にはまる。視聴率14.4%。原作の登場人物を一部省略して人間関係を簡略化し、また原作では犯行の重要人物が後半まで伏せられているのに対して本ドラマは、 重要人物を前半から明らかにした上で展開されている。ありがとうございます。